接しようかと思いましたか？違うんです。本日は前回お話ししました六本木ですっぽんぽんの続きでございます。今日はそのお話をしたいなと思います。どうも、葉山純奈でございます。はい、ということで、エピソード1ご視聴いただきありがとうございました。エピソード2でございますが、そのね、2週間後、はい、上海への出張で私はその彼と羽田で待ち合わせをしまして、羽田から飛び立ったんでございますけれども、上海に到着するとですね、その接待には私たち2社だけではなく、他にも日本から10社くらい、エンタメの事務所だったりとか、IT 系の通信系の会社さんだったりとかするところがたくさん来ていらっしゃいまして、空港に着くや否やホテルまで向こうの会社の方がね、接待ということでお食事だったりとかね、ホテルだったりとか全てアテンドしてくださっていたんですけれども、着いてホテルでチェックインする時まで私何も分かっていなかったんですが、チェックインする時に私と彼が、そのね、六本木のスポポの彼が部屋が一つにまとめられてたんですよ。Excuse me ですよね、そこは。No, みたいな。私にもワンルームプリーズみたいな感じで言ってたんだけど、なんか全然ね、上海ってね、英語も通じないの。私の発音が悪いのかなと思って結構何回もトライしてみたんだけど、全然ダメで。アテンダの方にもすいませんみたいな。日本語喋れる方いるから、すいません、私、彼と同じ部屋困るんですけどみたいなこと言ってたら、その彼がグッて手を引っ張って、なんか、もういいから恥ずかしいからやめてみたいな。いや、恥ずかしいからじゃねえしみたいな。私、お前となんかあるとかも思われたくないし、他の他社の会社さんたちから私なんかお前がパパみたいに見られるのも嫌だし、私別にあんたになんか会社ね、やってもらってるわけでもなんでもないし、私は私に社長として来てるんだから今日はやめてくれって言ったんだけど、もう全然誰も話聞いてくれなくて、もうやったわなんですよ。その瞬間に来るんじゃなかったってなったんですけど、もう2泊3日我慢するしかないと思いまして、かろうじてツインだったから、もう絶対そういうことしないでねっていうのが私はもう切れてるんですけど、もうとりあえず帰り方もわかんないし、日本語も通じなければ英語も何も通じないので、もう本当にストレスの2泊3日が始まるんですけども、でそのまんまもうだから私酔っ払ってなきゃやってられなくなりまして、もう昼間は連れてかれるレストランで紹興酒飲み明かし、夜はね、なんかちょっとクラブみたいなところにね接待されたんで、そこでシャンパン飲み散らかしたりしてたんですよ。飲みすぎたのかなんかわからないですけど、私帰りのタクシーがね、バスみたいなタクシーだったので、そのタクシーの中にそいつと私で一緒に乗っかってたんですけれども、気持ち悪くなっちゃって、私タクシーの中で吐くとかっていうか、まあ、人の前に吐いたことないのね、どんだけ酔っ払っても。ちゃんとトイレまで行けるタイプだし、タクシーの運転手さんにもごめんなさい吐きそうです、止めていただけますかって言って我慢して止めてもらってから吐くとか、なんかちゃんとそういうことができるタイプなのに、覚えてますか、日本語も英語も何も通じないんですよ。 Excuse me, can't stop、 気持ち悪いから止めてみたいなことやってんのに全然止まってくれないんですよ。で、なんかもう困難されてて、もうお願いだから止まってって思いながら、もう10分くらい耐えたんですけど、もう何にも耐えれなくなってきて、バスでちょっとね、一人でこう後ろの席にこう行ってトランクに入ったんですよもう本当にごめんなさいなんですけども、もう上海で回らんようになりました。私止まらないようになってね、した途端に運転手にも何回も顔見て、ちょっと無理だって言ってんのに止めてくれなかった。運転手が何やってんだよみたいな感じの中国でうわー言い出して、だから言ったじゃんみたいな。言っても私が悪いので、クリーニング代を渡そうと思って、申し訳ないから、わからないけど、洗車代と、ちょっとしばらくね、お仕事回れないだろうなと思ったから、日本円で1万円渡したんですよ。中国の人も、私が1万円札を渡した途端に、なんかもう、あ、オッケーみたいな感じだったの。だから、全然怒ってないから、あ、よかったと思ったんだけど、ほんとごめんなさいみたいな感じの、I'm sorry みたいなこと言ってて、そしたら、なんかそいつがシャシャリ出てきやがって、純な1万円も渡さなくていいよって言って、こっちで1万円なんつったら、もうとんでもない金額だからとか言い出して、いやもうええやんみたいな。私が履いてもうて、私がごめんなさいの思いの丈の分払ってんやから、別にもうそこほっといてよって感じやか。ほんならトランク開けて、私のね、マーを見ながら、ぶつくさ中国人でやり合うわけですよ。もう頼むから私のマーを見ながらね、どのコーナーしないでくれって思いながら、こいつ男まで関係おめへんねんと思ってたんですけど、
もういいからみたいな、もう、ね、中国の人にもゴーアウトゴーアウトみたいな、もう行け行けみたいなこと言って、もういいから一枚持って行けみたいな感じでやってて、もうそいつも結構ペロンペロンやからね。でそのペロンペロンがもう酔っ払いながらもう同じ部屋に戻るわけなんですよ。もうこっからがストレスですよ本当に。で戻りました。でツインベッドです。1日目はベッド分かれてて、こっちおいでよがマジでうるさくて、で私もうめちゃめちゃもう本当にムカついてたから、あーねえねえもう一回飲み直そうぜっつって、なんかあのさホテルにあるこのちっちゃいお酒あるじゃない、あれをもうバーッ飲ましてそのまま寝かしたのね。で私はもうそのまま寝れたんだけど、で次の日またね1日上海の街をこういろいろね接待されながらご飯食べたりしながら、ご飯中には私は紹興酒を飲み散らかし、また夜になりゃクラブで飲んでっていうね、もうシュラフでは入れへんみたいな感じで、で私はもう一緒に行ってる接待の方たちに、私この人とできてるわけじゃありません、すいません私この人と何かあるわけじゃないので、もう言い訳を言いふらす、もうそんな一日を終えてようやく明日帰れるぞってなった時の夜、部屋に戻るでしょ、またおいでよこっち入っておいでよみたいなやっとるんですよ。私もう背中向けてうるさいうるさい思いながら、でもいいから寝てみたいな感じで、その場で本当は帰りたいんですよ。でお金もあるから部屋用意してくれって何回もフロント行ってんだけど全然用意してくれなくて、空港行って帰れなくなってここ置いてかれたらどうしようみたいな、なんか変な恐怖になりまして、もうなんかちょっと羽田空港に着くまで我慢しようと思ってたんですが、すごい勘違いを起こしたやつがこっちのベッドに入ってきやがったの。もう本当にやめてって、もういいいいいいみたいな感じ言ってんのに、もうずっと背中にまとわりついてて、こいつ絶対羽田に降り立った瞬間っていうことだけは私はもう頭に思い描きながらグッと耐えてたわけですよ。そんならまあ気持ち悪いねんけれども、もう背面でフルボッケしとるんですわ。もうこいつなんやねんと思いながら、もうイラ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 して、まあ、やっと帰れる時間になったんで、あのね上海のね空港から羽田に向けて飛び立ち、ね、羽田に降り立った瞬間、他の会社さんの人たちとね、お疲れ様でしたお疲れ様でしたって言った後、お前本当にいい加減にしろよみたいな感じで、私めちゃくちゃ豹変したんですよ。お前ねって耐えたけれども、二度と私に仕事しようなんて言ってくんなって、てめえから振られた仕事一切受けへんからなって、まあ終わったんでございますが、その彼とはですね、その後もいざこざがありまして、まあムカつくこと散々あったんですけれども、まあもう今は縁切れてるんですけれどもね、本当にストレスでしかない上海でしたというお話でございました。本当に思ったのは、イエガー、テキーラ、スピリタス、この3点セットは本当にやめといた方がいいなって思うのと、あとハングリー精神があったから、もうその頃って来るもの拒まずじゃないんですけども、男じゃないんですよ仕事、なんかいろんなねところからお話いただければ、すべてね与えられたものには食らいつくみたいな感じで、本当サメのような仕事の仕方してたんですけども、なんかその辺で悟りましたね。これまでのなんだろうな、社長ならではの交流みたいな、私は限られた人だけでいいなって思いましたし、女だからこそこういうことに合うんだなっていうのも思いましたし、ではたまたそういうやつらと共に何かをしたいとも思わないので、たくさんの人と浅く広く付き合うのをやめて、本当に自分が一緒に仕事をしたいなと思える人間性の人たちとか、ビジネスモデルの人たちのみと手を組むようになりましたし、まあいろいろ言われたんですけれども、やっぱ最終的には己が信じた道を行くのみだなと思いまして、それで失敗したならばやっぱりいい効果になるし、自分がやるべきかなって疑問を抱きながら、こう浅く広くいろんな人と付き合っといた方がいいっていうね、いろんな人のアドバイスとかに耳を傾けながらやってたら多分今の私いませんし、あの成長しにくいねやり方ではあります。いろんなね人からのチャンスとかいうものよりも自分で生み出していくもので上に上がっていかなきゃいけないので、そういう意味ではやっぱりいろんな人と知り合ってる方が強かったりするのかもしれませんし、ビジネスもね大きく早く展開していくのかもしれませんが、私は私のプライドを持ってあの必要のない人たちはバシバシ切りながらやっていこうかなって思いましたし、これからもそういう風にやっていくつもりでございます。まだねやりだして本当に上京してから1年とかだったんで、本当まだ何にもなくて、その頃ってなんか本当にがむしゃらに頑張ってたんですけれども、まあ、いい勉強ではありました。はい、まあ、あの皆さんねご安心を、私にそんなことをしたそいつ、私がちゃんと天罰を下しておきましたのでそちらのお話はねお話できるような内容ではございませんので、お気になさらず、彼はちゃんと罰せられたと思っていてください。
はい、というわけで私の、実体験のショートバージョンでございました。次のお話はですね、ちょっとねハードな内容が続きましたんで、次回はさよならクリームパンというね可愛い私が14歳15歳ぐらいの時のお話をしたいなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。